です。すいません、ちょっと今日はコーヒーを飲みながら話してるんですけれども、僕たちのね、人間の体っていうのは細胞でできてるっていうことをね、言われるわけですよね。で、その細胞っていうのは目に見えないんですよね。この物質、肉体という物質があるわけですけど、細胞って言っても一個一個の細胞60兆あるって言われても、その1個の細胞っていうのは見えないわけです。目に100分の1ミリぐらいっていうふうに言われてますから、100分の1ミリっていうと目に見えないんですけど、まあ、その集まり集積が僕たちの肉体を作ってるっていうことですよね。でも見えないこと、見えない部分の中に大事なものがたくさんあると思うんですね。よく引き合いに出す星の王子様の一節、何でしたっけ、大切なものは目に見えないっていうようなフレーズがあったと思うんですけども、大切なものって目に見えないんですよ。で、その目に見えないことにこそ本質があるんですよね。だから僕たちのこの世界っていうのも、実相の世界と仮想の世界っていうのがあって、この今見ている世界っていうのは仮想の世界なんですね。仮想の世界、つまりバーチャルリアリティですよね。バーチャルな世界なんですね。で、この世界を現実写しようって言いますけれども、現実の現っていう字を取って写しよう、これは写しようっていうのは、映写した、写すよ、写したよっていうんですよね。映画のフィルムを写すような感じ、投影した世界だっていうことなんですね。だから実体ではないんですよ。この今僕たちが見ている世界っていうのは写しようであり、バーチャルな世界なんですね。で、そのバーチャルな世界を、じゃあその写している本質はどこにあるかっていうことですよね。この本質っていうのは実相の世界って言われて、目に見えないんですよ。目に見えない部分に僕たちの実相の世界っていうのがあるわけです。だからこの実相の世界っていうのを、意識していくことが、人生の質を高めることにもつながっていくんじゃないかなって思うんですね。この現象だけを見ていたら、この現象だけの世界を見て現実をどうこうしようとか、現実を良くしようと思っても、結局片手落ちでしかないんですね。半分でしかないんですよ。その裏に膨大な目に見えない世界っていうのが広がってるっていうことを常に意識していく必要があると思うんですね。で、そのためには目に見えない部分を意識するっていう、この気持ち、意識が大事だなと僕自身は感じてるんですね。目に見えない部分を意識する。ですから、例えば人間の肉体っていうのは細胞からできてるんですけど、細胞は目に見えないんですよね。でも、その細胞がいろんな仕事を、膨大な仕事をしてくれてるわけです。だから、そこに目を向けるっていうことですよね。それと、人間っていうのは微生物からできてる、微生物が無数にいるわけです。この皮膚の表面にも微生物がたくさんいますし、腸内細菌って言って、腸の中にも無数の腸内細菌がいるわけです。でも、それらは目に見えませんけれども、確かにいるわけです。そして、その微生物こそが僕たちの生命を維持してくれているんですね。で、そうやって見ていくと、見えないことが全て動かしてくれてるんですよ。この人生、この自分の人生っていうのを、そのことに思いを向ける必要があると思うんですよね。そこに何かこう目に見えない働きに対しての感謝をするっていうか、感謝を意識するっていうことが、僕はすごく大事だなと思ってるんですね。で、それを昔の人は、おかげさまっていうふうに言ったわけですよね。おかげさまっていうのは、目に見えない何かに、対してこうありがたい気持ちを抱いて、おかげさまでっていうことを言うわけですよね。それは、おかげさまで何々して、元気でいますとかいうのは、その何か目に見えない存在、そういうものに対しての感謝の気持ちが、先ほど音声が途切れました。容量がいっぱいになってしまいましたということで、おかげさまっていうことをね、ちょっと意識していこうということをね、感じています。今回はね、以上になりますけれども、このビデオの容量はやっぱ考えないといけないですね。もう10本ちょっと撮っちゃうとすぐいっぱいになっちゃいますね。だから、これが解消できれば1日、20本ぐらいでもね、余裕で撮れるなと思うんですよね。そのことをちょっとね、今後の課題として容量を、上げるということですよね。それを意識してみたいなと思います。今回は以上になります。ありがとうございます。